ひまりニュースの時間です。米朝対談が噂されていることに先立ち、北朝鮮チェ・ソンヒ第一外務次官が先手を打ったようです。北朝鮮のチェ・ソンヒ第一外務次官の談話によると、アメリカ大統領選挙前の米朝首脳会談開催が取り沙汰されていることについて、アメリカは米朝対話を自らの政治的危機を克服するための道具としか考えていないとして、向き合う必要はないと明言したことを朝鮮中央通信が伝えた。これはトランプ大統領が大統領選を控え10月のサプライズとして米朝首脳会談の開催を目指すのではないかという憶測を明確に否定したことになる。チェ氏は談話で米朝関係の現状を無視した首脳会談が取り沙汰されているとした上で唖然とせざるを得ないと述べ、アメリカがまだ交渉で我々を揺さぶることができると考えているなら誤算だと主張し、我々はすでにアメリカの長期的な脅威に対するより具体的な戦略的計画を立てていると述べた。一方、当事者である我々を意識せず下手に仲裁の意思を表明する人がいるとし、米朝首脳会談の推進を示唆した韓国政府を狙うような発言もした。これはムン・ジェイン大統領が EU との首脳会談で11月のアメリカ大統領選の前に米朝が再び向き合って対話を交わせるよう韓国は全力を尽くすと発言したことに対するものと思われる。この時ムン大統領は EU が南、北、アメリカの対話と韓国政府の朝鮮半島平和プロセスを一貫して支持してくれていることに感謝すると伝え、米朝対話に向けた努力の中で EU も大きな役割を果たせると思うと期待を示したとのことです。いかがでしたか？米朝会談を否定した北朝鮮、仲立ちを買って出たムン大統領も釘を刺されました。その背景には根拠のない発言があったようですね。青瓦台はアメリカ側も共感し努力していると承知していると伝えているが、ケソンの南北共同連絡事務所の爆破があってまだ日も浅いのに、アメリカとしてはまあやれるならやってみたらといったところなのではないでしょうか。実際トランプ大統領が本当に会談をやりたいと言ったかどうかは伝わってきていませんが、今の状況で会談したところで手ぶら会談では物別れは目に見えていますね。韓国の皆さんの意見をご紹介します。毎度痛い目に遭いながらもじわじわと近づいていくのは見苦しい。国の代表なのに国の財政はしっかりせず二重人格者の嘘つき、それでも賢い科学者医療人だけが国の威信を守る。誰がムン大統領の言葉を信じるだろうか。北朝鮮も信じないのに韓国国民も黙っていろという人が大半だろう。バンパーカーのドライバーでもしてください。アメリカが果たして北朝鮮はもう騙されない、終わった関係だということを大統領も知るべきだ。韓国の皆さんもムン大統領にはうんざりしているようですね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。